いいボールでしたね。はい、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。バッター見送りました。次が5球目、変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回西武ライオンズソロホームランで追加点を挙げています。7対1、西武ライオンズのリード広がっています。ベンチとしてはどんなことを考えているんですか。どうですかね、もうこの試合はもういいと、次の試合のことをもう考え始めているかもしれないですよね。なるほどね。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。これが2球目、アウトコース、3球目は何か。インハイ決まっています。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッター出ました。マリーンズノーアウトランナー二塁です。バッターは7番井上。さあどんどん点を返していきたいところ。まず大きく外れてボールになりました。いや振っちゃいましたね。この変化球はバットが合いません。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ここはランナー返せません。バッターボックスは8番藤岡。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナー2塁です。まず大きく外れてボールになりました。さあ2球目は何か。これは低めストライク。入れました。ファウルボール。打ち損じてしまいましたね。そうですね。見逃し三振、ランナーは動けません。バッターボックスは9番吉田。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナー二塁です。詰まった打球になった。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。5回終わって7対1、ライオンズ大量リードしています。
ここまでのハイライトです。まずは1回の表、先制のランナーを置いて5番森、ラストボールきっちりと捉えました。マリーンズ先手を取られます。さらに続きます。ルイが埋まってバッターは指名打者栗山、打ち取られましたがマリーンズ1点を追加されます。3回の表、 DH 栗山、初球から狙っていました。マリーンズ1点を追加されます。5回、ランナーのいないこの場面、8番バッター中村、甘く入った球を振り抜きました。マリーンズ1点を追加されます。その裏、このチャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、このチャンスは生かせません。QVC マリンフィールドからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。ライオンズ打順よく1番から始まります。金子がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。マリーンズ厳しい展開で6回を迎えています。さあ小宮山さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。ええ、流れを取り戻したいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ストライクになります。次が3球目、引っ張った打球はライン際へ、ライトが取りました。ワンアウトです。2番バッターゲン、まずはワンアウトを取っています。さあ初球は何か、初球ボール、次が2球目、打ちました。打球はセンターへ、センターライナー掴んで、これで2アウトです。3番バッター秋山、先ほどの打席でヒットを放っています。2アウトになっています。最初は変化球できました。打ちました。セカンドが取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回ライオンズ三者凡退です。7対1、ライオンズ大量リードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。6回の裏、マリーンズ打順よく1番から始まります。バッターは荻野、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。マリーンズ点差が離された6回の攻撃です。初球ボール、ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。ボール先行です。変化球、これは空振りです。
ウトコース打ちました。ショートうまくさばいてアウト、ワンアウト。2番バッター清田、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。本田、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。まっすぐを持ってきました。ノーボールツーストライク。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。低めに外れてボール。バッターボックスは3番中村。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球はストレート決まっています。ボールになります。引っ張った。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。6回終わって7対1ライオンズ大量リードしています。点差的には少し厳しい状況になってきましたが、いかがですか。まあ、今日の試合厳しいですね。まあ、ただね、打撃陣は頑張ってほしいなと思いますね。踏ん張りに期待しましょう。初球は何で来るか。初球ボール。2球目は何で来るか。インコース決めてきた。3球目は何で来るか。ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから。他の打ちました。ファーストが前に来る。井上アウト、ワンアウトです。バッターボックスには5番森。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球は変化球から入りました。この森、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況にもよりますが、基本的には早いカウントから積極的に打っていくタイプで、ボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。ああ、なるほど。これが3球目。外への変化球は決まりません。打ちました。サードが取る。一塁送球。ツーアウトになりました。打順は6番この先。ツーアウトランナーありません。
最初は変化球できました。これが2球目。2球目決まっています。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。この回ライオンズ三者凡退です。7対1ライオンズ大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブンマリーンズの攻撃に入ります。西さん、まだ3回ありますので1点でも多く返していきたいところですよね。いやもちろんですね、この辺でね弱気になったらいけないですよ。最後まで諦めたらいけないです。そうですね、奮起に期待したいですよね。インサイド決まっています。打ちました。ゲン。アウト、ワンアウト。5番バッターレア、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。本田、まずは先頭バッターを打ち取っています。空振り。さあ2球目は何か。直球で決めました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、あえなく三振です。バッターボックスには6番鈴木、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。初球大きく外れています。